こんにちは動画ファンの成田です今回は youtube のチャンネルカスタマイズの方法が変更になりましたのでそのやり方をご紹介いたします youtube でチャンネルを運営しているチャンネルを持っている方にとって このチャンネルトップページのレイアウトをカスタマイズするというのは基本的にはもう必須で行っていただくことになりますこ,こがきちんとレイアウトされていないともしせっかく動画を見て視聴者さんが来てくれたとしてもチャンネルのトップページにきちんとレイアウトがされていないとそのまんま離脱してしまう可能性が大いにあります。 まず視聴者さんがチャンネルトップページを開いた時に表示させたい新規の視聴者さんを囲い込むような動画をアップしたりとかあとはどのような動画を自分が紹介しているのかというレイアウトはきちんと行っておく必要があります。そこで今回はこの YouTube のチャンネルレイアウトをカスタマイズする方法についてご紹介をしていくんですが。 2020年10月になりましてこのカスタマイズの仕様が変更になりまして変わりましたそこで今回ご紹介するチャンネルレイアウトのカスタマイズ方法は2020年10月現在の新しい方法となりますのでチャンネルカスタマイズのやり方がわからなくなってしまった。 また今まで特にレイアウトカスタマイズしてなかったんだけれどもきちんとカスタマイズをしなければという方はこちらの動画参考にチャンネルレイアウトカスタマイズを行ってみてくださいそれでは実際にチャンネルレイアウトカスタマイズをしていきたいと思いますまず YouTube にログインをしたら画面右上の自分のプロフィールアイコンをクリックしますそして開いたメニューの中から チャンネルこちらをクリックしてくださいそうすると自分のチャンネルトップページが開きますここでチャンネルをカスタマイズこちらをクリックしてくださいそうすると youtube スタジオのこのカスタマイズというページが開きますつまり今チャンネルを開いたんですけれども YouTube トップページのプロフィールアイコンから YouTube スタジオを開いて画面左側のメニューカスタマイズこちらを開いても同じ画面が開きますのでどちらから開いても OK ですではこのチャンネルカスタマイズのページを解説していきますまず一番上レイアウトブランディング基本情報と3つのタブに分かれておりますまずはレイアウトから見ていきましょうレイアウト 動画スポットライトということで2つ私の場合ちょっと同じ動画がアップされているんですけれどもチャンネル登録していないユーザー向けのチャンネル紹介動画として1つの動画もしくはチャンネル登録者向けのおすすめの動画ということで1つの動画をアップロードできるようになっております自分のチャンネル登録していない人に向けてチャンネル登録を促すような動画をアップしてもいいですしチャンネル登録してくれている人に 日頃の感謝なんかを伝える動画をペッ途上げるのもよろしいかと思いますこの動画必ずアップをすることをお勧めいたします今私は2019年の年末のご挨拶という動画をチャンネル登録していない方にもチャンネル登録している方にも表示をさせているんですけれども画面右側にカーソルを合わせるとこのような点点点というオプションという項目が出てきますこちらクリックすると動画を変更とか 動画を削除といいうののが出てまいりまりすので例えば新しい動画に変えたい時は動画を変更今アップしている動画削除してしまいたい時は動画を削除をクリックしてくださいなお何も登録をしていない場合は動画をアップロードという表示が出てくると思いますのでそちらから動画をアップロードしてください続いてその下「注目セクション」というのがあります セクションは最大10個ままでで表示させることができますでセクションというのは今私3つほど表示させているんですけれども自分の動画の中の人気のアップロード動画なのか。 それとも最新のアップロード動画なのかそれとも作成した再生リストなのかこの3つを今表示させているんですが何もない場合この「プラスセクション」の追加こちらをクリックするとここから項目を選ぶことができますのでライブをよくやってらっしゃる方なんかは過去のライブ配信とか今後のライブ配信というのを表示させておくとよろしいかと思いますしまた再生リストを作って動画を整理されていらっしゃる方は作 作成した再生リストであるとか複数の再生リストということで項目を追加すす。るととよろしいかと思いか思ますで私は今これ人気のアップロードアップロード動画作成した再生リストの順番に並べておりますけれどもこの順番並べ替えたい時はこの画面左側の2本線のマークですねここにカーソルを合わせてクリックしてでクリックしながらこのようにビヨンビヨンビヨンと動かしてあげると位置を変えることができるようになっています。 おりますまた同じくこれも右端の点点点オプションのとこですねこちらをクリックするとセクションを削除というのが出てまいりますのでやっぱり人気のアップロード表示させたくないという時はセクションを削除こちらをクリックして削除をしてください。ただセクションを削除してもまた追加から追加し直すこともできるようになっておりますので自由にレイアウトをしてみてください。そしてここれまでこの YouTube のチャンネルトップページでおすすめチャンネルを表示していた場合、えー、私は公式の YouTube のヘルプチャンネルとか YouTube クリエイターズとかこの YouTube の公式チャンネルであるとか私と同じビデオコントリビューターの方であるとか YouTube のプロダクトエキスパートの方のチャンネルをこのようにおすすめチャンネルとして表示させているんですけれどもこのおすすめチャンネルというのがこちらを見るとなくなってしまうようなんですね。 2020年の10月15日以降注目チャンネルはチャンネルのホームページの新しいセクションになりますと書いてありますちょっとこれだけだと意味がわからないかと思うんですけれどもこのおすすめチャンネルがなくなっ でおすすめチャンネルは注目チャンネルとしてこの人気のアップロードであるとか最新のアップロード作成した再生リストと同じようなセクションの一つとして表示されるようになるようなんですねなのでここで設定を行ってしまいましょう今すぐセクションを追加こちらをクリックしますそうすると今表示させているおすすめチャンネルがこのように一覧で表示されますので例えば順番を変えたい場合はこの 日本線で順番を変えたりとかもしこのチャンネルはもう表示させたくないなという場合はそのチャンネルのところにカーソルを合わせるとゴミ箱マークが表示されますのでゴミ箱マークをクリックして削除を行ってください今回私は特に順番の入れ替えも削除もありませんのでこのまま完了をクリックしますそうすると先ほど表示していましたセクション、人気のアップロードとかアップロード動画とか 作成した再生リストの下に「注目チャンネル」「おすすめチャンネル」ということでこのように表示がされましたで先ほどのこちらの注意文がもし表示されていない場合はお手数でもセクションの追加から「注目チャンネル」こちらのセクションを追加してそして。 おすすめチャンネルとかっていうふうに名前をつけてでこの検索窓で対象となるチャンネルのチャンネル名とか URL を入力して検索をして 追加を行っていってていいくださいこのようにおすすめチャンネルがこのような注目チャンネルということで変更となっておりますのでこちら十分にご注意ください。チャンネルレイアウト変更ができましたら画面右上の「公開」こちらを忘れずにクリックを行ってください。では続いてブランディングを見てみましょう。こちらはプロフィール写真 バナー写真、動画のスカシを設定すす。ることができますもし現在プロフィール写真とかバナー写真とか動画の透かし設定をされていない場合はこのような項目の変更とか削除というところにアップロードというボタンがあると思いますのでそちらからアップロードを行ってください。今回とても分かりやすくなったなぁと感じているのはそれぞれ画像サイズがこちらに表示されておりますのでここを確認することで アップロードする画像のサイズわかりやすいかと思います例えばプロフィールアイコンは98かける98ピクセル以上で4メガバイト以下の png とか g i アニメーションなしの g i をアップロードしてくださいとなっておりますまたよくご質問をいただくんですけれどもバナー画像ヘッ 画像ですね、ヘッダー画像がサイズが合わないといって弾かれてしまうというご質問を受けるんですけれどもこれもここに書いてあります。ピクセル以上でこちらは特に JPEG でも PNG でも問題なさそうですね。ファイル形式はどのようでも OK なんですけれどもサイズ確認をしてアップロードをしてみてください。 そして動画の透か,かしというのは私は動画に必ず設定をしているんですけれども動画ののの中にに右下に自分のチャンンネル登録をを促すす。ボタとというのを表示させることができますその画像をアップロードしてでこの表示タイミング動画の最後に表示をさせるのか開始位置何分からというふうに指定をして表示させるのか動画全体に表示をさせるのか選択すること ができるようになっておりますで今私は全て設定をしているんですけれどもそれぞれ変更をクリックするとこのようにファイルの選択画面が出てまいりますので対象の画像を選択して「開く」をクリックするとこのようにサイズとか位置を調整することができるようになっておりますので位置やサイズを調整して「完了」をクリックすると同じ 写真になりますので分かりにくいかもしれませんけれども画像を変更することができるようになっております。また削除をククリックすると 画像を削除すするることができるようになっておりますバナー画像につきましては変更をクリックして対象の画像を選択していくんですけれどもそうすると全てのデバイススマホとかで表示される枠またはパソコンで表示される枠またはテレビで表示される枠ということで使用する端末によって表示が変わってきますので。 どんな風に表示されるのか確認をして設定することもできるようになっておりますこちらも設定を行ったら必ず右上の公開をクリックして変更した内容を反映させてくださいでは最後に基本情報のタブを開いていきましょうそうするとここはチャンネル名と説明それからチャンネル名と説明の翻訳 リリンンククバナーのリンク連絡先という風になっておりますこれはつまりこの YouTube のチャンネルページの概要のページですね。こちらを開いた時の表示になります。チャンネルの説明というのはこのチャンネルの説明文になりますね。詳しく説明は書かれた方がよろしいかと思います。で、このチャンネル名とチャンネルの説明を例えば他の言語の視聴者さんが見てくれた時に 他の言語でも説明を出したいとき翻訳をしたいときはここに言語を追加してください私の動画ファンの視聴者さんは基本的には日本から日本語の視聴者さんが非常に多いんですけれども一応英語の翻訳もつけております言語を追加すると新しく言語を追加することができるようになりますので翻訳をつけたい場合はここを 設定してください続いてリンクになります、えー、私の場合動画ファンの YouTube チャンネルの他に解説ページというのがいつもあるんですけれどもその解説ページのリンクであるとかあとは TwitterFacebookInstagram といった SNS のリンクここにこのように表示ができるようになっております。youtube だけではなくてて他の SNS も見て欲しいといとう方 たくさんいいらっしゃると思いますそのような場合はこのチャンネルのヘッダー画像の右下にこのように載せることができますのでリンクぜひこのよううに貼っておきましょうでこのリンクは最初1つしか表示されていないと思いますのでこの「プラスリンクを追加」こちらをクリックするとリンクのタイトルと URL 貼り付けることができるようになりますので全部で5つまで表示ができますのでリンクある場合はこちらから 記入をしてください。で、今私は4つあります自分の解説ページとあと SNS が3つあるんですけれどもこの「バナー」のリンクというところに「 最初の4件の件リンクというのを選んでありますこちらがですね例えば最初の2件のリンクにしてしまうとこのヘッダー画像に表示されるリンクが最初の2つですね動画ファンの解説ページとツイッターだけになってしまいますので4つ全部載せたい時は最初の4件のリンクこちらを選択して4件全てのアイコンを表示させることができるようになっております。 あと私は特に設定をしていないんですが例えばお仕事用のチャンネルとかでビジネス関連の連絡先 乗せておきたい時はここにその対象となるメールアドレスを入力しておいてくださいそうするとこのチャンネルの概要ページのところに「メール」というボタンが表示されてそこをクリックするとメールアドレスが開いてこのチャンネル運営者に直接メールが送れるような設定ができるようになっておりますこちらの基本情報のページもきちんと記入それからリンクなど設定をしてよろしければ必ず右上の「公開」こちら こちらをクリックして変更内容を反映させておいてくださいレイアウト、ブランディング、基本情報すべて一緒に行って最後に公開ボタンを押しても大丈夫です このように YouTube のチャンネルページは自分の動画のそしてチャンネルの入り口玄関となるページになります。そのままにせずに必ずレイアウトをカスタマイズして視聴者さんが見やすいチャンネルトップページ作りを目指してください。それででは以上ととなりりままます。最後までありがとうございました。 この動画が役に立ったという方は高評価ボタンまたチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。もしこの動画のご質問がある方はコメント欄からいつでもご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしています。チャンネル登録お待ちしています。